はい、こんにちは、成長キャリアです。今回はね、100円を100万円にする企画第2回目ということで、前回紹介した、CD10 枚買ったじゃないですか、100円で。そのうちの1枚が売れました。よし、まあ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 ね。で、売れた値段が、300円で売れました。で、送料が140円で、定形外で送料140円でしたね。有名より安かったです、定形外の方は。だったんで、まあここですね、計算式一応書いたんですけども、300円、まあちょっと待ってね、売れた金額を出すね。こちらですね、お店大丈夫だね。このテニプリと、あのテニプリの歌をトリプル A が歌ったのかな。これがね、あの、300円で送料込みで売りました。はい、結構早めに売れたでしょ、やっぱ。うん、よかった。これは売れるかなと思って買ったやつだったから。だから300円で売れました。で、140円の、送料は僕が負担してます。で、まあ10枚中の1枚だから、まあ1枚10円ね。で、考えると、まあ今回は150円今手元に残ってるってことになります。はい。で、まあこうだね、今100円が利益率とかいろいろあるけど、簡単に言うと100円が今ね、150円プラス CD9 枚になりましたってこと。今こんな感じだね。はい。150円とこの CD9 枚になりましたってことです。まだこの CD9 枚がね、お金に化ける可能性もありますから、まあ今んとこね、成功じゃないかな。まだ2、3日しか経ってないでしょ。2日ぐらいか、始めてから。うん。これはね、いいと思う。だって、まあ倍率で言ったらさ、100円投資したのが 1.5 倍になってるからね、すでに。うん、オッケー。まあ手間とかね、めっちゃ郵便局の局員が態度悪くて頭に来たりしてるけど、まあトラブルも起きず特にやってます。はい、まあこんな感じのね、計算、まあね、なんつうんだっけ、ね、いろいろ利益率もいろいろあるけどさ、とにかく、まあ、難しいことは考えずに、まあとりあえずね、うん、やっていこうかな。まずそしてね、150円貯まったということで、まあこれで、ね、ついにね、あのハードオフで108円のものも買えるんですけど、今108円のもの買って、それが売れなかったりしたら、そこで止まっちゃうんで、もう一発ぐらい CD10 枚いこうかなと思ってます。ちょっとここは安牌なんですけど。はい。なんで、もう一回 CD10 枚いくのと、これは、まあ、これが売れたら、100円とかでちょっとなんか狙ってるんだけど、100円でね、売れるものがあんま見当たらないんだよね、正直。うん。100円だと CD ぐらいは、その CD10 枚以外でちょっと100円からだときついかなと思うんで、しばらくこれを続けるかな。まあ逐一報告はします。はい、まあとりあえずね、今回良かったです。140円っていう送料がね、俺180円と思ってたから、それで40円浮いた分で、まあ特に150円になったっていうんで大きかったです。いやー、この短時間でこんだけ増えると思わなかったな。良かった良かった。うん、この CD9 枚はね、これね、まとめ売りで着払いで300円なんだけど、みんな着払い嫌うから、込みで1000円とかで売ってもいいかなと思うんだけど、込み1000円だとね、逆に買わないくなっちゃうかなと思って、もしだったら1枚ずつバラで売ってみるかな。このリンクとかモームスとかは、モームスはね、多分すぐじゃないけど、 DVD 付きだから325円で1枚出してるわけ、いけると思うんで、ね、だから、どっちかは。だから、モームスあたりが売れてくれる。あと、これもいけるかもしれない。楽まで。あ、今回売れたのは、モノキュンっていうアプリで売れました。他にもフリルと、楽までも出品してるんですけど、はい。まあね、今回はまあ、オークション形式じゃなくて、しかも、手数料が無料のしか使わないことにしてます。まあ、ルールってわけではないですけど、はい。まあ、ルールとかないしね。お金が増やせれば OK です。はい。ということで、今回150円になりましたって報告でした。Please subscribe.